中年オタッキーです。まあぶっちゃけ開封動画なんですけどね。まあ酒の力は怖いというか恐ろしいというか、まあそんなわけで開封動画いきますけどね。まあ大体ね、僕の動画をずっと見ておられる方はどういう展開になっていくかわかると思いますが、まあ開封してまいります。それでは動画スタート。まあ早速開けていくんですけどね。まあこれぶっちゃけね、入札していることに気がついてなかったんですよね。なんて言ったらいいだろうな。酔ってたんでしょうね。で、終了が随分後のオークションで、僕ね、ウォッチリストで全部管理してるんですよ。入札中ってあんまり見ないんですよね。あんまり入札そんなに数しないんで。で、前回の、何ですか、開封動画を作った次の日の夜にね、おめでとうございます、商品を落札しましたっていうメールが来て、え？というわけでね、開けていきましょうか。またゴミがね、またゴミが増えるんですけどね。まあ大体皆さん予想はついているでしょうが、OM2 だけです。これ何個？いや、これね、今ちょっとね、ここにね、ありますけどね、もう壊れたやつも含めるとね、OM2 がね、普通のやつが3台あるんで、黒い三連星って感じでね、マッシュ、オルテガ、ガイアって感じなんですけどね。まあ、多分これ動かないと思うんですよ。多分動かないと思いますが。おファインダーは、腐食は一番まともですね。まあ、部品取りにいいかな。でね、レンズが 28mm がついてるんで、多分ね、これを狙って入札したんでしょうけど。吹き傷たっぷりだ。引き傷たっぷりだけどカビはないな。使えるかも。端っこにほんのちょっとカビ、曇りはない。案外いいかもね、このオークション。28mm がついてるんで、そういう面ではいいかもですが、今バルブなんですね、これね。なんかスイッチがおかしいです。微妙にスイッチがおかしい。よいしょ。はい、ミラーアップしますね。まあせっかくだし電池入れてみよう。おお、よいしょ。せっかくだし電池を入れてみよう。で、電池も入ってたりしてね、終了って感じですけどね。よいしょよいしょ。よいしょ。とりあえず液漏れ跡とかはなさそうです。これ動いたら最高ですけど、最高っつったってね。よいしょ。さあ、どうでしょうか。なんかね、巻き上げが微妙にね、粘ってます。バルブだ。おっ、おお、お、動くじゃん。動きまーす。さあ、露出系はどうでしょう。
暗くて分かんねえな、レンズが暗いんで。明るいレンズに変えよう。よいしょ。やっぱ部屋の中暗いんですね。よいしょ。明るいレンズに変えました。露出計は動いてないですね。露出計の針は触れません。いや、触れるわ。あ、生きてます、生きてます。今ね、15分の1か、これ。あ、前回ね、落札したカメラより調子がいいかもしれません。うん、オートも効いてますね。当たりです当たりなのかな。なんかね、スイッチのね、接度感が微妙なんですけど、動きます。出品物の説明では、対応する電池と持ち合わせてないので完全動作未確認ってことだったんですね。で、リサイクルショップと、お得意のリサイクルショップだったんですよ。カメラは素人だろうと、いうことで、多分入札したと思うんですけどね。意識はないんですけど、入札した意識がないんでね、そもそも。動きます。動きますね、これね。なんかね、カメラ店のこれステッカーかな、なんか貼ってありますけどね。というわけで、まあもうこれは壊れてるんですね。壊してしまったんですけど、マッシュオルテガガイアということで、この OM2N は赤いんでシャア専用って感じですかねあの結構ね、壮観の眺めになってますどうしましょう、これ。うん、前回落札した OM2 ははっきり言って調子良くないです。最初は動いてたんですけど、だんだんマニュアルが不安定になってきてね、1000分の1とか切れなくなってきました。切れる時もあるんですけどね、ミラーアップして止まっちゃうんですよ。これ、どういう現象なのかよくわかんないんですけど、なんかな、シャッター膜のあたりが粘ってるのか何かはわからないんですけどもね、徐々に調子が悪くなってしまいました。そんなわけで、このカメラをちょっと優先的にテストしていこうかな。 OM2N はね、もうね、テスト撮影に入ってるんですよ。まだ5枚ぐらいしか撮ってないですけど、天気が悪いんでね、そんなわけで、酔っ払ってね、落札して、本当に今開けた、まあわかると思うんですけど、本当に今開けたんですけど、ちゃんと動く OM2 が手に入りました。うん。うん、間違いない。音聞いてますね。ちゃんと動いてます。ちょっとファインダー曇ってますけどね。はい、今日の動画はね、こんな感じでちょっとつまんない動画。視聴者様のね、投稿のコーナーとかはね、今回はなしということで、これオークションのね、出品者に、到着連絡をしなきゃいけないので、とりあえずね、取り急ぎ動画を作ってみました。ちょっとね、開封動画ばっかでつまんないっていう感じになってしまいますけど、次回の動画は、多分ね、ヤシカエレクトロ TX で、ね、撮った写真の、動画になると思います。はい、今日はね、動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方ね、すごい勢いで伸びております。もう3000名目前でね、キャノン FT プレゼント用のね、撮影をちょっと焦ってます。まあ、それでもね、チャンネル登録、ぜひぜひお願いしますね。で、高評価の方はね、ポチッと押すだけなんで、ぜひぜひ高評価お願いします。このようなね、体験をしたことある人、絶対いると思うんですけど、酔っ払って入札してね、まあ、今回当たりだったから良かったですけどね。28mm のレンズも入りましたしね。でね、コメントの方ね、
まだちょっと追いついてないですけど、気づいたコメント、見落としがない限りは必ずコメント返しいたしますので、ぜひぜひコメントの方お待ちしております。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。